こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。今日は2023年の夏に向けての、新作というか、私どもで新入荷した、国産の、本染めの浴衣の子供用の、切り売りの、ちょっと柄についてお話をしたいというふうに思います。この切り売りは正直言って非常にこう評判が良くて、通常の場合だと、黄炭という、こういう、太いもので染め上がってくるんですけど、これをカットして、1畳紋とか2畳紋3畳紋っていう形で、通常は販売されてるんですけど、うちはもう必要なだけ、お買い求めいただければいいということで、メーターで切り売りをしております。でやっぱりご自分のお子さんとかお孫さんに、着物を浴衣を作ってあげたいという方は、既製品の、海外製の、安価なものではなくて、やっぱりこう、国産の、ちゃんと中染という、染め方をした、本染めの浴衣のものが欲しいという方が多いんですね。でやっぱり一番違うのは、やっぱりこうね、海外のものは、結構蛍光染料を使ったりとかして、るので、ちょっと色がどぎつい感じがするのと、あとはですね、一番顕著に分かるのは、昼間から、浴衣を着て出て夕方になって、暗くなった時ですね、日本の、国産の、本染めの浴衣はそれなりにこう落ち着いた色目になるんですけど、海外製の、染めの浴衣の場合は、正直言って着物だけが派手な感じで、子供が、うろちょろと動き回ってるように見えてしまうんですね。やっぱりそういう点が、本染めとは全然違うなというので、結構需要は多いんですね。ただ、やっぱりちゃんと買うと、高くなってしまうので、なるだけ、せっかくだったらね、安価にということで、本当に必要な洋弱の分だけ、メーターで、買っていただければいいというふうに思いまして、もううちでもそうですね、7、8年、10年弱ぐらいになるかもしれないですけど、それぐらい前からずっとやらさせていただくんですけど、非常に、こちらのものは評判が良くて、YouTube でもこういう形で流させていただくと、本当に日本全国から問い合わせがあるという状態ですね。で、今回は、新作のものというか新入荷のものだけをちょっとご紹介させていただきますけど、以前に紹介させていただいたものも、まだうちの方に、残ってる記事もありますので、もしそちらの方を、YouTube とかホームページで見て、気になる方はちょっとメールで、お問い合わせいただければ、そのメーターが、残っているかどうかということで、お話ができるというふうに思っております。ということで今回は、新入荷の、まずものを、ちょっと、お見せしていきたいなというふうに思うんですけど、ちょっと角度をちょっと拡大してみましょうかね。変わらず人気があるもので、こうした白地の、これは風鈴ですね。それから、
こちらのものがちょっと大人っぽい色使いの、まあ、こうした花柄それからまあこうした感じの綺麗な花柄ですね。それからちょっと色目がまあくすんで落ち着いたまあこんな感じのもの。それからまあこうした感じの桜のねオーソドックスなもの。それから、金魚でちょっとこんな感じの水色のまあこうした感じの、金魚も綺麗じゃないかなというふうに思いまして今回入れさせていただきました。それから男の子のでまあ柄はもう昔から変わらないんですけどこういうカブトムシとテントウムシそれからホタルのものとまあこうしたトンボのものですね。まあこんな感じである状態で見るとこんな感じのものが、今年は入荷してきましたのでまあもうね本当にまあうちでは恒例になりましたけどまあこうした、国産の抽選の、子供の本染め浴衣の切り売りですねメーター切り売り、のものの、2023年版の、新入荷のものを、ちょっとお見せしたいと思いまして、本日は動画を撮らさせていただきました。ということで本日も以上ありがとうございました。